皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下園です。本日の紹介したい本はこちら、一人企業の教科書という本です。まず著者の紹介です。天田幸宏さんです。独自化戦略コンサルタント、日知戦略士という、肩書きで会社を経営されている方で、もともとアントレという雑誌の編集者として、18年間で延び3000人の、独立開業される方、あるいはその予備軍のような方を見てこられた方で、その中で蓄積したノウハウが書かれてあるとともに、本書の特徴として、ドラッガー理論が随所に散りばめられていて、ドラッガー理論を生かして小さな会社がどうやって生き残っていくのかっていうのを知るにはすごいいい本です。で、こんな人に役立つかなって思うのは、まず一つは、一人で起業しようと思っている方ですね。この題名にもあるんですけれども、一人企業というのがあるんですが、一人で事業を始める、個人事業主なんかもそのうちに入るんだと思うんですけれども、一人でやることを想定されている方、もう少し輪を広げるとなると、一人に限らず、小規模な会社もしくは組織でサービスを展開しようかなと思っている会社の方なんかには有益な、企業支援のプロの視点から、気になった点とか、面白いなと思った点を3点紹介します。1点、あなたの強みは顧客が決めるという部分です。僕もお客さんにあなたの罪は何ですかっていうふうに聞くことがあります。この質問に対して答えられない人が結構多いです。理由は、自分たちが当たり前にやっているから、強みだと思ってないっていうところなのかなというふうに思っていて、じゃあその強みを自分自身で把握するために、お客さんに端的に聞いてみればその強みがわかるという時があります。強みを自分で分かってたとしても、例えば、スピードがこう売りだと思ってたけれども、お客さんからよくよく聞いてみたら人柄を買われていたっていう時もあります。なので、自分が思っている強みとお客さんが思っている強み、もちろん重要視するのはお客さんが思っている強みなので、お客様に一回聞いてみて自分で強みというのを把握してそれを活かせるような戦術を立てるっていうのも一つの手だろうと思います。2つ、他がやっていないけれども顧客が喜ぶことを探せっていうところです。日本語の語順としてちょっと仕方がないのかなと思うんですが、これおそらくは逆で、顧客が喜ぶことで、誰もやってないところを探せっていうところだと思います。こういうニーズが小さいと思われるものについては、大企業っていうのはなかなか手を出さないので、なので小さな企業、一人企業が生きていく道になり得るというところです。で、本書で紹介されているサービスを3つほど紹介します。まずはペット用の車椅子を作っているメーカーの話だとか、あとはおしゃれな女性用ふんどしを作っている会社、あるいはプロの格闘家のコスチュームを手作りで作っているメーカーなんかが出てきます。どれも、ものすごい何百万人もいるという、何百万人が必要というサービスではないですけれども、でも確かにニーズはある
まあ、ニーズを持っている方からしたらそこに行かざるを得ないという、そういうサービスなので、なので小さい企業でも生き残っていける、そういう道がありえるということです。で3つ目は、まあ、技術やスキルを磨くと、まあ、差別化になるっていう部分があります。でここで本書では、まあ、ブルーオーシャンと、まあ、レッドオーシャンっていう ものを例にして、説明されてます。まあ簡単に言うと、まあこっちの赤いのがまあレッドオーシャンで。青い方がまあブルーオーシャンです。で、まあ、簡単に説明しておくと、まあ、ブルーオーシャンっていうのはまあ誰もこう今までやったことのないような未開のところという意味で、まあ、競争相手もいないから、なので、そういう戦略やそういう製品を作るべきだっていうブルーオーシャン理論っていうのがあります。レッドオーシャンっていうのは逆で、競争相手もいっぱいいて価格競争になるから、ここ避けた方がいいよっていうところです。でこのブルーオーシャンとレッドオーシャンの間にはまあ隙間があるので、まあ、この隙間で一人企業はまあ勝ち残っていけっていうところを言っています。まあ、先ほど紹介したペット用の車椅子がまさにまあこういうところにあるんだと思います。ただのペット用品だったらレッドオーシャンで、まあ、ペット用の車椅子でもっとこう高度なものってなるとブルーオーシャンだけれども、ひょっとしたら誰もニーズがないかもしれないっていう、そのちょうど中間あたりのサービスをまあするのがいいのかなっていうふうに感じています。これ多くのサービス、多くの製品っていうのはもうすでにレッドオーシャンであることが多いので、そこから少しブルーオーシャンに寄ってみる、まあ、その方法として例えばまあ業界慣行なんかをちょっと破ってみるだとか、あるいは、うん、王道の売り方をちょっと変えてみる、ネットやったら店舗にとか、店舗であるやつを移動販売にするとか、そういう小さな経営努力でブルーオーシャンに寄せられるということも実務上はよく、ここからは まとめです。で本書を通じてまあ伝わってくるのは、まあ、ドラッガー理論っていう、まあ、経営の理論を使いながら、まあ、小規模企業がそれを適用したらどうなるのかっていうところを事例を踏まえて書いてあります。で、まあ特に、うん、こういうサービスやこういう製品を作っているいますという会社が、先ほど紹介したものだけではなくて、中に、まあ、数社紹介されています。まあ、その事業を、まあ、真似しろっていうわけではなくて、ご自分でも、あ、こういう要素とこういう要素を組み合わせればひょっとしたら自分たちも何かできるんじゃないかなっていうふうに思っていただければとても面白いんじゃないかなっていうふうに思います。で、この本の中で、まあ、小規模な企業は、まあ、何を諦めるかが重要になってくるっていう一節があってですね。で、これがまあ小規模の会社では圧倒的に重要です。何もかもできるわけではないので、何を諦めるかっていうのは非常に重要になります。それが決められない
ていう場合は強みを尖らすことが難しくなるので、なのであれもしないといけない、これもしないといけないっていうふうに思うのだったら、一度足を止めて、これをもししなかったらどうなるかっていうような影響なんかも考えて、自分たちの方向性を決めていっていただければ、この本に沿った事業展開ができるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、小さい事業をされている方、特に一人企業を目指す人、今そうなっている人には、まあ、ぜひ一度目を通していただきたい本です。この他、このようにはたくさん本があるので、まあ、こんな本読んでほしいとか紹介してほしいっていう本があればコメントいただければとても励みになります。よろしくお願いします。またお会いしましょう。さようなら。